はい、皆さんこんにちは。この人生を豊かにする塾チャンネルでお届けいたしますのは、今回は携帯電話の歴史について扱っていこうと思います。いい機会ですのでね。KDDI が、料金値下げしたというニュースもあったんですけれども、それも後で多分動画出すとは思いますが、そういう前に、通信、どういう歴史で日本でこう通信ができていたのか、ということに関して扱っていこうと思います。とりあえず戦後をとりあえず皆さんね、想像しやすいと思いますので、戦後どうやってこう通信ができてきたのかということをまず短く解説させていただきます。はい。では、黒板の方をご覧いただけますでしょうか。はい。まず1949年から、警察無線が登場。これは GHQ の要請によって作るように言われたというわけで、とりあえずありますよね。よくね、警察無線を傍聴してたっていう、普通に聞けちゃうんですよね。使えばね。だから、盗聴できちゃったというね、のもありましたけども、とか、あとは電波法の施行。今の基本的な電波の考え方とかね、こういうことについて、新しく定めたのは1950年ですね。で、あとね、この情報は結構ウィキペディアにも載ってますので、もしかしたらちょっと間違ってる部分もあるかもしれませんけれども、その辺もご了承いただきたいと思います。ただ導入としてはね、いいと思いますのでね、大体合ってると思いますから。はい。で、53年に港湾電話っていうのは、やっぱこの、港とかでね、こう電話をしたりとかいうことが行われるようになったと。次に57年、列車電話が始まったと。列車の中で電話が使われるようになったわけですね。例えば、ビスタカーだったかな。近鉄のビスタカーとか、新幹線でおいても65年ぐらいから利用されるようになったということでした。ただ列車に関しては2012年に廃止されました。っていうのは2012年っていうと、もう携帯が普及していて、十分もうそれを代用できることが代用できると。もう必要がなくなってしまったんですね。なので2012年ではこれが廃止されましたけども、この辺で初めてようやく、一応、普通の人にも、電話っていうか、その通信が、一部の人にはこう利用できるようになったということですね。ただまだ、ほとんどの人使えてないわけですね。で、68年なんてようやくこのポケベルというのが登場します。ポケベルもね、多分この辺まではまだ、ポケベル持ってる人はそこまで、ただポケベルでようやくこう普及し始めたと。初めてこの辺で普及し始めたと言えるんじゃないでしょうかね。ポケベルが登場。もう無線でこう電話、軽い電話ができる。今の電話ほどね、通信環境は良くないと思いますけども、電話で呼び出せるような時代になってきたというわけなんですね。で、70年になってくると、大阪万博で、ワイヤレステレビ、ワイヤレスとか、ワイヤレス電話とかテレビ電話が使えるようになった。画面においてもやり取りできるようになったというわけですよね。できるようになったというわけじゃなくて、万博なんでね、技術力を誇示するという意味で、こういうのを、一応、技術的には可能であるということを示したというわけですね。で、79年、コードレス電話が登場。で、これで、あと自動車電話。昔のなんかドラマとか見てますとね、なぜか車の中で電話してる。車で電話するというようなシーンが見られたりするんですが、やっぱりそれ、なぜかといえば、まずはこの自動車電話が登場してから、やはりこう、みんなに広まってったというわけですね。あと、コードレス電話。まだこの時代はまだこの、固定回線がある時代ですよ。で、コードレス電話が普及し始めるという時代です。コードレスだからこうね、電話が離れてても、コードがなくても、こう電話できるようになったというわけなんですね。なくてもっていうのは、その通信でできるってわけですよ。回線、元からね、この固定回線っていうのはあるんですよ。あるんですが、それをもっともう明治時代から、だんだんこう広まっていったというわけですけども、この携帯電話ですね。どうやって携帯電話が広まってきたのかということですよね。固定電話は使えるんだけれども、まだ、この携帯電話に関してはまだ全然、黎明期というわけなんですね。で、82年から、ようやくこの携帯電話という、呼べるようなものが登場し始める。本格化するんですね。まだこれまでは、ある意味では下準備というか、基礎の段階だったというわけですよ。で、携帯電話が登場します。携帯電話というのは、最初の頃はね、これ見てください。
こういうふうにカバンで背負ってショルダー型といったそうですけれども、3キロもあるものを運んでったわけですね。3キロですよ皆さん、どうですか。そんな電話持ち歩きませんよね。ということはもちろんそれは普及しなかったわけですよ。なのでまあ各社がどんどんこう切磋琢磨していくうちに小型化に成功し、ようやくこの携帯電話がこう82年、長いですね、80年から携帯電話が徐々にこう流通していくというわけです。まあその次についてはね、あとの動画で取り上げようと思います。